三河国分寺は愛知県豊川市八田町本郷にある総東州の寺院。三郷は国府総産。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御琴のりにより日本各地に建立された国分寺のうち三河国国武装寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に古代寺院跡である三河国分寺跡についても解説する。 愛知県東部、豊川市街地から、西方の音羽川と白川に挟まれた、鉱石が一南端部に位置する。聖武天皇の御琴のりで創建された、国分寺の宝塔を継ぐ寺院で、古代国分寺は10世紀後半頃に廃絶したと見られるが、その後の16世紀に原国分寺が再興されたという。再興後の境内は古代国分寺跡と重複していたが、 現在は東方に移されている。付近では、三河国部天マデラ跡のほか三河国府跡、船山一号墳も立地し、古くから政治的中心地であったことが知られる。古代国分寺跡については1922年に国の史跡に指定され、1985年度以後に数字の発掘調査が実施されている。また原国分寺では、平安時代の作とされる同場。 木造薬師如来ら座像を現在に伝生する。聖武天皇の肖像創建は不詳。天平13年の国分寺建立の御事のりの頃に創建されたとみられる。近年の発掘調査では、近藤に先立って塔が建立された点。三河国分寺の建立は、国分ア寺にやや先行する点が明らかとなっている。特に、ア寺跡湿土の鬼瓦が形式化の進んだ。 様相であることから、両寺が、他国の国分寺と比べて遅れ気味に混流された、様子が示唆される。また、現国分寺に伝わる道章が、平安時代初頭頃の作と推定されることから、この道章を使用した、国分寺、または、国分山寺の首郎の混流自体が、平安時代初頭まで下る、可能性を指摘する説もある。延長5年成立の、演技式取税上の規定では、 三河国の国分寺領として、稲に今ん束が当てられている。その後の変遷はつまびらかでないが、発掘調査によれば10世紀後半頃の建物の、後廃、廃絶が認められる。中世に入り、英少年間には、気概予償により現在の国府総産国分寺が、再興されたという。栄六三年には、今川氏真により、やわた、国分寺が、在賀寺領と定められており、 両書は在賀寺の支配下にあった。天正6年の八万国分寺寺料目録では、八万国分寺料本所方として、電波田三巻580分が記載されているほか、天正17年の八万国分寺料建築書き出しにも記載が見える。八万国分寺の記載から、金在の八万ぐと一体化していた様子が示唆される。近世には、慶安2年に、 主因車両として五国七都が定められていた。国府総産国分寺旧本堂2012年時点。以前は国分寺跡の近道跡と重複して位置した。近代以降については次の通り。三河国分寺跡外観手前に築地平跡南西住み、左に東跡、右奥に近道跡。東跡掃除跡の地域は約180メートル四方で、 月地米をもって区画する。主要ランとして、地域東より3分の1のラインに、南大門、中門、近道、坑道が、南から一直線に廃され、西寄りに等が廃される、国分寺式ラン配置である。中門左右からは、回廊が出て、近道左右に取り付く。移行の詳細は次の通り、近道本尊を祀る建物、跡地上には、 かつて原国文字の旧本堂が位置したが、現在は東方に移転している。東京店を収めた等を収めた。他の道運に先駆けての建立とされる。気団は、掘り込み事業と反築により、約16.8メートル四方を測る。特に気団下昇において、通常の壇上積もる、乱石積み、河原石ではなく日の木角材の特殊な構造が採用される点が注目される。 この気団は現在も高さ約1.5メートルの高まりとして依存するが、南側では後世の作兵を受けているほか、北側、西側では戦国時代に土塁として盛り土がなされ改変が加えられている。気団上の建物は30尺四方で10尺等間の3件、四方とする。規模が小さいため通常の70棟ではなく50棟であったと推測され、 元号寺の五重小島が雛形になるとする説もある。現在は、礎石二個を依存するほか、発掘調査では、正度性の水塩破片が検出されている。行動経典の講義、教説などを行う建物、基段は、東西約30.6メートル、南北50尺以上を測る。基段外側では、雨水に備えたと見られる玉砂利の集積が認められる。 基壇上面の残存状況が悪く組織等の移行が検出されていないため建物の規模、構造は明らかでない。坑道の裏手には僧帽の存在が推定される。回廊近道、注文を結ぶ屋根付きの廊下で近道左右から出て注文左右に取り付く。三河国分天寺と同様に袋式回廊になる。基壇幅は約9.1メートル、柱間は 北行き方向12尺、両行方向10尺、南大門寺域南面の築地米に開かれた国分寺の正面門。基段は東西約17.6メートルと推定されるが南北は不明。基段上面の残存状況が悪く組織等の遺構が検出されていないため建物の規模、構造は明らかでない。築地米地域を区画する平。当面では 規定部幅3.0から3.2メートルを測る。建物に使用された瓦について、創建期の瓦釜の所在は明らかでないが、瓦の様相は、三河国分天寺跡と,と同じであり、共に、越中国分寺跡のものと二通要点が注目される。9世紀から10世紀の国府、国分寺、国分寺の修理、建て替えに伴う瓦釜については、 赤塚山雇用跡であったことが判明している。また、地域北方の国分寺期体積では、約100メートル四方の2区画の存在が認められており、これらは、国分寺に伴う付属ン地と推定される。同地では建物跡、区画庫が認められているほか、金寺、掃除の牧所名土器が検出されている。なお、地域製法に鎮座する、八幡宮について、 国分寺鎮護の神社とする説がある。同章所在地交通アクセス関連施設周辺美可は国分寺跡に関するカテゴリーありがとうございます。